はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第952回をやっていきたいと思います。今回は日本の経済動向ということで、3回に分けてやっていくのはうちの1回目ということですね。大きくは3つの時期というので見ていきたいと思います。1つは高度経済成長、2番目はバブル経済、そして最後が直近のアベノミクスというので見ていきたいと思います。はい、で今回は1回目の高度経済成長ですね。で高度経済成長、年表的に言うと1945年にポツダム宣言を受け入れて敗戦しましたと。で、この瞬間っていうのが、日本経済から言えば一番どん底ですよね。戦争に負けましたと、ということで、基本的にはもう焼け野原ということですよね。本当に食べるものにも困る、食料の確保に一生懸命ならないといけないというような、経済のどん底の状態でした。でそれが結局、立ち直って、やがて経済成長するきっかけになったのが、今回のここに書いている朝鮮戦争による特殊景気という、景気ですね。特殊景気というのは特別需要と。戦争という特別な需要が発生したということです。要するに、ポツダム宣言に負けたんですけど、戦争で使うための、船とか武器とかそういったものは余ってたわけですよね。余ってたわけですけど、世の中が平和になればそれっていうのははっきり言ったらゴミですよね。戦争に使うための船、戦争に使うための飛行機、戦争に使うための武器っていうのは、基本的には戦争がなくて平和であれば、はっきり言ったらゴミでしかないわけですよ。だからゴミはたくさん持ってたわけです、日本はね。戦争を今までやってた、ポツダム宣言に負けるまでは太平洋戦争という戦争をやってました。だから、そういう、戦争に使うための、船とか武器とかっていうのはたくさん持ってたわけです。しかしここで戦争終わってますから平和になってますよね。だから基本的にははっきり言ったら在庫が溜まってるわけですよ。戦争に使うための、在庫っていうのが溜まってるわけです。でこの在庫っていうのが溜まってるわけですけど、使いようがないし売りようがないですよね。世の中が平和になってますから。だから、はっきり言ったら在庫という名前の、ゴミみたいなものだったわけですけど、ところが日本のすぐ近くで朝鮮戦争という戦争が起きました。でそうすると結局この在庫が、在庫一掃セールができたということですよね、簡単に言うと。世の中が平和になってしまったら、ゴミでしかなかった、その戦争に使うための、船とか武器とか、そういったものが、結局在庫として持ってたわけですけど、それがもう一気に、はけたと。もう一気に売ることができたということですよね。それで日本は大きなお金っていうのを呼び水として稼ぐことはできたわけです。要するにアメリカ軍とかが日本にあった在庫というのを買ってくれたわけですよね。日本からしたら在庫を一掃することができたということになるわけです。でこれがきっかけとして経済成長が始まっていくということですね。でそうしたときに高度経済成長というのは結局いつからいつまでですかって言ったら、この1950年から1973年の石油危機までのこの間っていうのを高度経済成長というふうに言ったりするわけですね。で1973年で石油危機っていうのが起きて、これでこう経済成長っていうのが一回こうストップする形になりますけど、この20年っていうのを高度経済成長というふうに言ってるわけです。じゃあ1973年の石油危機まで、日本は高度経済成長をすることができたっていうのは、どういった要因だったんでしょうかと。はっきり言ったら全世界の奇跡ですよね。はっきり言ったら全世界の奇跡ですよ。1945年っていうのはもう日本っていうのはもうどうしようもない、どん底まで落ちてるわけですよね。でそれが、結局このあと1985年というところで、日本の、国内総、1人当たり1人当たりの国内総生産が世界1位と。で、ジャパンアズナンバーワン。
ということですから、わずか40年ですよ、ね、どん底から世界一になるのにわずか40年ですね。40年で、まあ、人類の歴史なんていうのは何千年という歴史がありますけど、その何千年という歴史の中でわずか40年で世界一になっているわけですから、これは完全に世界の奇跡ですよね。じゃあなんでそんなことが起きたのか、特にその最初の、ね、この20年間というのはものすごい勢いで、ね、経済成長していったわけですけど、なんでその日本は高度経済成長することができたのか、まあ、世界の奇跡みたいなのを達成することができたのかということなんですけど、まあ、大きくは7つ、要因を挙げています。1番目は1951年の日米安全保障条約ということですね、まあ、これが最初の外的な要因の一つ目ということになります。でこれなんで高度経済成長に関係あるのかということなんですけど、要するに日本はもうね、その軍事というものにあまりお金を使わなくて済むようになったわけですね。日米安全保障条約っていうのは結局その、ね、アメリカ軍が日本をまあ守ってくれるっていう、まあ、そういう条約ですよね。もう世界 の、 その、ね、地理的な環境から言えば、まあ、冷戦というのが始まってますから、アメリカとソ連の冷戦というのが始まっているわけですよね。でそうした時に、まあ、世界で、まあ、例えばユーラシア大陸があって、アフリカ大陸があって、でここに日本があると、で、まあ、朝鮮半島があるとした時に、ね、結局ここにソ連という超大国があるわけですよね。でこれ社会主義ですと。でここに中国っていう国もあります。中国とソ連っていうのは国境を接しているので決して仲がいい国ではなかったわけですけど、しかしいずれにしても社会主義、社会主義っていうことでは共通してたんですよね。でそうした時に、まあ、朝鮮戦争によって朝鮮半島っていうのが2つに分かれて、ね、北朝鮮と韓国ですよねに分かれて、で結局この北朝鮮っていうのは、ね、中国とかソ連がまあ支援しているわけです。ね、そうすると、まあ、ソ連と中国の支援を受けた北朝鮮、ここまでが、まあ、社会主義陣営と言ってもいいわけですよね。まあ、中国とソ連っていうのは国境を接してたので仲は悪かったんですけど、まあ、少なくてもアメリカ寄りではなかったわけですよね、最初はね。なので基本的にはソ連、中国、北朝鮮ということで、こっちの方が、まあね、ソ連陣営、社会主義陣営ということになっているわけです。でそうした時に、まあね、アメリカからすると、まあ、この、南の韓国とそして日本ですよね。まあ、こっちがまあ自分たちの、ね、西側陣営にまあ組み入れたい、地域だったわけですよね。だから韓国と、日本というのはある意味、ね、このソ連とかの、ね、社会主義陣営を食い止める防波堤みたいな、役割になってたわけです。だから韓国軍というのはこの韓国とアメリカ軍ですね、アメリカ軍はこの韓国と日本というのにこう軍隊を置いたわけですよね。まあ、それはここでもう、ね、ソ連というのをこう食い止めると、ね、北朝鮮はまあ仕方がないとしても、韓国と日本はもう、ね、完全に西側陣営ということで、この韓国日本っていう2つの防波堤で、結局そのソ連の、ね、それ以上の拡大膨張というのをまあ防ぐという考え方があったわけですよね。だから基本的には韓国そして日本っていうのは、まあね、アメリカ軍が、ね、建前上は、ね、その安全を保障してくれるという考え方を取ったわけです。でそれで、まあ、日本は、ね、アメリカ軍っていうのの、まあ、常駐ですよねを、まあ、認めた、まあ、沖縄とか、ね、長崎の佐世保とか横浜の横須賀とか、まあ、そういったところにアメリカ軍が常駐することを認めたわけですよね。でそうすると世界一の軍事力を持っているアメリカ軍が、まあ、日本を守ってくれるということですから、まあ、そうすると日本は、ね、もうそんなに軍事に力を入れる必要がなくなったわけですよね。ね、それまでの1945年の戦争が負けるまでっていうのは、逆に国家予算のかなりの部分っていうのをこう軍事っていうのに、ね、やらないといけなかったわけですよね。軍需産業ということでとにかく戦争に勝つということで、ね、とにかく国家予算のかなりの部分っていうのはこう軍事予算、ね、軍需という、ね、軍事産業というのを一生懸命やってたわけですけど、まあ、それをやる必要がなくなったわけですよ。ね、世界一の軍事力を持っているアメリカがもう、ね、日本の代わりに日本を守ってくれるみたいな、まあ、そういう形でもう、ね、アメリカ軍が沖縄にもいるし長崎にもいるし横浜の神奈川県の横須賀にもいるということで、ね、もしいざ、ね、ソ連とか、ね、中国から何かあった場合、まあ、特にこの時代はソ連ですけど、ソ連から何かあった場合は、ね、アメリカっていうのが、まあ、日本に、いますから、
ね、だから日本がわざわざすごい、ね、強大な軍事予算をかけて、ね、ものすごい強力な、ね、その軍隊というのを準備する必要がなくなったわけですね。まあ、なので基本的にはもうアメリカ軍が日本を保障してくれるっていうことだったわけです。まあ、一応日本も、ね、その後ね、自衛隊というのをまあ準備することになりますけど、まあ、しかし、ね、戦争を、ね、に負ける前の、ね、日本からすると、まあ、全然、ね、お金をかける必要がなかったわけですよね。今でも実際日本は防衛費ということで、ね、3兆円4兆円というお金をまあ当てていたり します。それで、まあ、例えば自衛隊にお金を投入していたり、もしくはアメリカに対して、まあ、思いやり予算という形でお金をアメリカに、ね、一部出したりしてますけど、もしこれが、ね、アメリカ軍が日本にいなくて、日本は自国一カ国でこのソ連中国の脅威から自国を守らないといけないということになれば、軍事予算というのは3兆円4兆円では全然効かないわけですよね。もう桁が一つ違ってくるぐらいお金をかけないといけないということですよね。今のアメリカ軍が持っている軍事力と同じぐらいの軍事力を日本が持とうと思ったら、とてもとても年間3兆円4兆円では無理なわけですよ。もっともっと大きなお金がかかるわけですよね。しかしそれをアメリカ軍がいるおかげで最低限で済むようになった、まあ、自衛隊を維持するぐらいの最低限で必要になったということですよね。自衛隊というのは文字通り本当に自分の国を守るだけの軍隊で、相手の国を攻めるという、ね、力は全くゼロなんですよ ね、まあ、だから本当に自国を守る最低限の軍事力だけを、まあ、維持すればよくなったので、まあ、極端に、ね、その日本が戦争に負ける前に比べると極端にその軍事というものに時間とかお金とかエネルギーを使う必要がなくなったわけです。だから逆に言うと経済に集中しやすくなったんですね。経済に集中しやすくなったんですよ、ね、だから日本はその軍隊とかに時間とかお金とかエネルギーをあんまり使わなくて済むようになったので、余ってる時間お金エネルギーっていうのを今度は経済の方に集中させるということがすごくしやすくなったわけです。だから日米安全保障条約っていうのは高度経済成長の大きな要因になってるんですね。もしこれがなかったら日本はやっぱり、ね、冷戦ということでね、アメリカとソ連っていうのが戦ってますからね、睨み合いをずっとしてるので、だからソ連とか中国の脅威から自分の国は自分で守るということになると、軍事にも相当時間とかお金とかエネルギーを使わないといけなかったんですけど、アメリカ軍が日本を守るということになってたので最低限で済んだということですね。で、余っている力っていうのを経済の方に振り向けることができるようになったということです。これが一番目の要因ですね。はい、2番目は欧米に追いつけ追い越せという明確な目標ということです。日本は過去の歴史から見たときにお手本があったらお手本を取り入れて真似てお手本を超えていくっていうのがすごい得意な国なんですよね。だから例えば日本がその縄文時代からずっと長い歴史の中で縄文弥生古墳、っていう時代から考えたときに、最初の頃は中国というのがお手本ですよね。遣隋使とか、まあね、渡来人とか渡来人とか遣隋使とか遣唐使とかっていう形で中国から優れた、ね、文化っていうのを、まあ、取り入れて、渡来人が日本にね、漢字仏教儒教っていうのを伝えてくれたり、ね、遣隋使遣唐使っていうのが、ね、中国のその時その時の優れた、ね、例えば建築様式だとか、ね、建物彫刻絵画、まあ、そういったものの、ね、文化というのを、まあね、持って帰ってきた、学んで持って帰ってきてるわけですよね。でそれで結局、中国の優れた文化技術知識というものを、まあ、自国の中に取り入れて、でそれをこう改善して少し日本人らしく、で例えば漢字っていうのを、ね、輸入したわけですけど、漢字から発展させて漢字を元にしてひらがなカタカナっていうのを作ったりとかっていうようなことですよね。日本っていうのはこう、ね、発明するのはすごく苦手なんですけど、改善はめちゃくちゃ得意なんですよね。だお手本がいると強いんですよ、日本っていうのはね。お手本がいて、ね、何か0から1を、ね、外国が生み出してくれたら、その1を、ね、1を10にしたり10を100にしたりするっていうのはものすごい得意なんですよね。もうこれは改善で、ね、より良いものっていうのを作っていくっていうのは、日本はもう昔から伝統的にそういったのがすごく得意な国だったので、だから、ね、お手本がいると強いわけですよ。
ね、それがこうポルトガル、スペインそしてイギリス、フランスで最後はアメリカですね。でアメリカっていうのが、まあ、結局20世紀の超大国でしたから、ね、アメリカ型の、まあ、考え方価値観ですよね。資本主義とか、まあ 民主主義とか、まあ、自由とかね、まあ、こういう考え方、アメリカ型のこういう考え方、価値観っていうのが、まあ、あって、ね、でアメリカっていうのはね、世界一の超大国であり、アメリカっていうのはすごく豊かな国、自由な国であり、豊かな国であり、アメリカンドリームがあるという、すごく夢のある国だと、まあ、そういうお手本があったわけです。だからお手本があったので、そのお手本に追いつけ追い越せという明確な目標を作り、そしてアメリカで行われているね、様々なものっていうのを日本は学び、そしてそれを10にして100にした。改善改善改善ですよね。っていう形でね、お手本がいたというのがすごく大きいわけですよね。それがなんでこうバブル崩壊以降の、ね、日本というのは25年ぐらいずっと停滞したかというと、お手本がなかったわけですよ。で今度は0から1をやらないといけなくなったんですよね。ジャパンアズナンバーワンで日本が1位になってますから、日本が1位になっているので、だから今度はお手本がいなくなったんですよね。だから新しいものを何か生み出さないといけなかったんですけど、それは日本は過去の、ね、数千年の中ではっきり言ったら歴史がないんですよね。ないんですよ。それをやったってことがあるっていうのは、本当になんかね、織田信長みたいな、まあああいう一人ぐらいしかいなくて、ほとんどは基本的にそういう体験を日本はしてないですよね。だから、まあ、ずっとバブル崩壊以降は低迷したということになったんですね。今度は日本がお手本にならないといけなかったわけですけど、そういう文化は日本は持ってなかったんですね。外国のものを取り入れて、それをより良いものに改善していくっていう考え方の民族なので、だから、まあ、この時代高度経済成長ができたのはアメリカというお手本が大きかったわけですね。はい、それから固定相場制、1ドル360円ですと、ね、固定相場制が引かれていた。だから日本がどれだけ、ね、外国に輸出したもん、アメリカに輸出しても1ドル360円で、まあ、今考えると、まあ、今が1ドル110円ぐらいで考えると、ね、1ドル360円で固定されてるってことは、まあね、約3倍以上の円安ですよね。ということは今より3倍、ね、輸出に有利っていうことですよね。だから日本の中で何か作ってでアメリカに輸出するっていうことになると、まあ、非常にこう有利な為替であったということですよね。日本はどれだけこう輸出したとしても相場が固定されていますから、だから基本的には日本にとっては非常にこう、ね、輸出という意味で、まあ、有利な為替状況にあったということですね。あとはエネルギー革命ということで、これは1960年代に起こりますけれども、石炭で今まで の、 その、ね、例えば電気を作るっていうものの、ね、その発電の源っていうのが石炭が中心だったわけですけど、世界的に石油が中心に変わったんですね。でそうするとこれ 何が大きいんですかって言ったら、経費が全然違うんですよ。で石炭を経費にするのと石油を経費にするのでは全然違うんですよね。石油の方が圧倒的に安い経費になります。で安くで同じ電気が作ることができるということが起きているわけですね。で日本は石炭は、ね、昔は、ね、自国で取るということもあったわけですよね。日本の中には炭鉱というのがあって、まあね、日本の中で炭鉱で、ね、やっぱ人が一生懸命命がけで、ね、炭鉱で仕事をして作業をやって、で石炭を、ね、取るということをやってたわけですけど、非常に割高だったんですよね、まあ、石油に比べるとね、人の、ね、命の危険性というのもあるし、その石炭を確保するといった時に自国にあるんだけど、ね、どん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 深いところ深いところを掘っていかないといけなくなったので、非常に割高だったわけです。ところがあの、ね、例えばアラビア半島、ね、中東地域とかで石油がどん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 発見されて、ね、それを輸入することができるようになったということになると、まあ、自国で、ね、人が大きなお金をかけて石炭を取るよりも、ね、外国ですよね、アラビア半島、ね、例えばサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とか、まあ、イラン、イラク、あの辺から、ね、買うということができれば、圧倒的に安くでそのエネルギー、電力の、ね、原料というのを、まあ
仕入れることができるようになった。そうすると当然ね、経費が下がりますよね。何をやるにしても電気が必要、エネルギーが必要、そのエネルギーの源の原価が下がってるわけですから、明らかに生産に、まあ、向く、環境というのが、まあ、整えられていったということですよね。あとはね、経済成長というのは、まあ、大きく3つ、この機械、設備への積極投資、労働力人口の増加、そして人的資本、この3つですよね。はい、ということで考えたときに、まず機械設備に、ね、この1950年から73年の高度経済成長期というのは積極的な投資というのは行われましたということです。まずは国民教育として貯蓄が奨励されていたと、お金貯めなさいというふうに、ね、国が国民をこう教育していたわけですよね。で、投資というのは基本的には、ね、余裕資金から行われるものなので、ね、だから稼ぐで余るで余ったお金を投資ですよね。だから余裕資金がないと投資っていうのは基本的にはできないわけです、ね、だから基本的に国が国民を、ね、貯蓄しなさい貯蓄しなさい貯蓄しなさいということでこう、ね、教育してましたから、だから、家計にも、ね、そして企業にもお金っていうのは基本的に余るという、まあ、そういう現象というのは作りやすかったわけですね。でお金余ってるから余ってるお金を投資に向けるということがしやすかったということですね。あとは所得倍増計画ということで、これはあの国がですね、あのケインズ型の経済っていうのをね、方針にしてたんですよね。要するにこう、ね、国が有効需要を作る、具体的なことを言えば、あの当時でいけば道路を、ね、日本全国にどん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 道路を整備する、ね、もしくは橋を作る、港を作る、ね、その後は空港を作るっていうことで、ね、どん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 国が公共事業をやって有効需要をどん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 作っていく、ね、だから国がこうね、どん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 あの公共事業をやって政府支出を増やして有効需要を増やすと、ね、その結果国民所得を増やしていく、そして最終的には所得倍増を達成させるという、まあ、計画を持っていました。だから国が主導になって、ね、国がどん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 公共事業というのを、ね、起こしていって、ね、そしてそれ、公共事業、例えば道路を作るのであれば企業も、ね、道路を作るための、ね、設備というのを、充実させる、ね、もう需要があるわけですから、ね、もう需要が、まあ、国が道路を作るって言ってるわけですから、だったら道路を作るための設備投資っていうのはしやすかったし、ね、橋を作るっていうんだったら橋を作るための機械設備とかっていうのを、ね、設備投資しやすかったわけですよね。ただそれで結局所得倍増計画っていうのが、まあ、国の、ね、公共事業政府支出っていうのが呼び水になって、企業も、ね、機械などに積極投資をしやすかったということですね。あとは国による工業用地の造成ということで、まあ、国が、ね、とにかく経済に集中することができてますから、だから国が主導でどん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 いい環境っていうのをね、企業にとっていい環境っていうのを主導して作っていったわけですよね。まあ、小学生とかで習う懐かしいやつですけど、工業地帯とかって言われてるやつですよね。ね、ああ工業地帯、ね、京浜中京阪神北九州っていうやつです。京浜工業地帯、東京、横浜ですね。中京というのは、まあ、愛知県周辺、ね、阪神というのは大阪、神戸ですね。で、北九州、この大きな4つの地域というのを、まあ、国は特に重点的な工業用地というふうにして、ね、太平洋ベルトということで、この地域でとにかくどん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 、ね、製造業、建設業というのを盛んにして、そして国を豊かにし、なおかつ、ね、どん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 外国に輸出していく、特にアメリカに輸出していくと、まあ、そういう、こう加工貿易型の、ね、経済というのをまあ整えていったわけですよね。だから国が京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯、太平洋ベルトというのをまあ整えていったので、だからまあその、ね、企業からすると非常にこう、ね、生産の環境というのをどん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 整えやすい状態にあったということですね。はい、それから銀行の方も企業の設備投資っていうのを積極的に応援しました。それは五層制な方式による間接金融と、ね、いうことですね。まあ、金融っていうのは間接金融と直接金融と2つあるわけですけど、まあ貸借対照表で、ね、資産負債、まあ、ここを仮に純資産とした場合に、
っちの方にお金を入れてもらうのを間接金融って言いますね。でこっちの方にお金を入れるのを直接金融って言いますよね。それは何でですかって言ったら、結局ここにね、結局企業があって、でここに例えばお金を持ってる、まあ仮に投資家としましょうって言った時に、ね、投資家が、ね、直接お金をここに入れるっていうのは直接金融ですね。でここに銀行が入った場合は、結局ここの預金が、ここ企業に来ますから、だから銀行っていうのが真ん中に入ってるので、ね、直接じゃね、ここお金を持ってる人が直接企業にお金を融資するんじゃなくて、お金を持ってる人が銀行に預けて、銀行の預金から、企業にお金が入ってくるわけですよね。でそうすると結局銀行っていうのが真ん中に入ってるので、直接じゃなくて間接と、ね、これが入ってるので間接金融というふうに言うわけですよね。でそうした時に、間接金融、誤送先端方式による間接金融ということで、結局ですね、銀行っていうのは、ね、できれば、ね、高い金利でお金貸したいわけですよ。そして、ね、その貸したおか、先の企業っていうのが必ず、ね、返済してくれるっていうところをこう厳選して、ね、本当は貸さないといけない。だからお金貸したら必ず返してもらわないと銀行っていうのは、まあ、儲かんないわけですよね。だからお金はどんどん貸したいんですけど、できれば高い金利で貸したいし、できれば、ね、確実に返済してくれるところに貸したいわけですよね。まあ、それが本音です。でしかし、ね、国としてはとにかく経済を盛んにしたいので、銀行にできるだけどんどんお金を貸してほしかったわけですよね。国からすると銀行にはお金をどんどん貸してほしかったわけです。だから銀行としては本当はこう高い金利でお金を貸したかったわけですけど、まあ、低金利ですね、まあ、今よりはさすがに金利が高かったですけど、当時の方がね、まあ、しかし経済状態からすると、まあ、比較的企業がお金を借りやすいぐらいの、まあ、世界の他の国に比べれば、ね、低金利でお金を貸すという、形でやってたわけです。でなんでそんなことができたんですかって言ったら、国というか大蔵省ですね、大蔵省が結局ね、船長になって、で銀行というのをね、こう率いると。だ銀行は、まあ、大蔵省によって守られていると、ね、もし、ね、採算が、ね、収益があまり良くない銀行があったとしても、ね、まあ、大蔵省がとにかく、ね、日本経済を良くしたいと思っているから、ね、だから銀行には積極的に企業に、ね、お金を融資してほしいと、ね、低金利でどんどんお金を貸しなさいと、ね、もし、ね、例えばこの銀行の収益が苦しくなったと、ね、いうことであれば、まあ、国が面倒を見てあげたわけですよ。大蔵省が面倒を見てくれたんですね。だからこの銀行というのは全部お上に守られてたんですよね。でこういう、ね、仕組みのことを誤送先端方式というふうに言ってたわけですけど、ね、だから銀行はどんどん、ね、自分たちは大蔵省っていうね、お上に守ってもらってますから、だから、ね、比較的低金利でなおかつ積極的に、ね、企業がお金を、に貸すということができたということですよね。だから企業からすると間接金融というのでお金を調達しやすい、環境にあった。でお金を間接金融で調達して、でそれを機械設備などに積極的に投資するということがやりやすかったということですね。まあ、そういう意味で国そして銀行、ね、そういうね、すごくこう投資をしやすい環境というのが整ってたということですね。はい、それでは労働人口の増加ということで、ね、日本の総人口が増えてましたということですよね。で結局1947年生まれの人たちが団塊世代ということで、ここはもうめちゃくちゃ人口が多いわけですよね。で結局これが1974年まで、ね、人口がず、ね、とにかく子どもの出生率っていうのは2を超えてましたから、で1975年に、ね、初めて日本の出生率が2を切って 1.95 だったんですかね。ちょっと5、ここは5だったか1だったかちょっと曖昧ですけど、まあ、とにかく2を切ったんですよ、1975年にね。でだそれまでの1947年、ここ団塊世代って言って、1947年生まれっていうのはもうめちゃくちゃ人口が多いんですよね。で一番日本の中で一番人口が多いのが1947年生まれの団塊世代です。でそこから74年までの、まあね、この27年間ぐらいというのは出生率が2を超えてましたから、だから日本の総人口というのはどんどん増えていったわけですよね。でしかも、ね、経済の仕組みが農業中心から工業中心にどんどん追い変わってます、ね、で農業っていうのは、まあ、例えば機械が発達して、例えばトラクターとかコンバインとか
トラクターとか田植え機とかコンバインとか、ね、こう全部ね、機械じゃなくて人がやろうと思ったら大変な作業ですけど、まあ、機械がやればね、下手すると人っていうのは1人2人でいけるぐらいですよね。まあ、そういう、 こう機械化も起こっていましたので、まあね、結局農業の、ね、人口が余ってたわけですね。で、余ってた人口の人たちがそのまま次 の、 その製造業建設業にこう、ね、どんどん変わっていくことができたわけです。余っていた、ね、農業人口というのが製造業建設業でどんどん活用されることになった。あとは、まあ、エネルギー革命が起きてますからね、今までは石炭を取るという、ね、炭鉱所とかで働いていた労働者の人たちもどんどん製造業建設業に、まあ、振り替わっていく、まあ、そういったところで労働人口というのが余ってたと。でその余ってた労働人口が、ね、製造業建設業を中心とした、ね、その当時の花形産業に、まあ、移っていく。でということで、まあ、働く人というのがどんどん増えて、総人口も増えて、余ってた人たちもどんどん、ね、製造業に人が向かっていったの で、 でそれで労働人口というのがどんどん増加していったということですよね。あとは人的資本ということで、知識技術熟練度ということを見ると、まずは低賃金、これは結局アメリカ日本と比べた時に、ね、1945年に日本が戦争を負けたわけですよ。そうするとアメリカが先進国で日本は発展途上国なんですよ ね、 今の日本とアメリカはそんなことはないですけど、当時の1945年に日本が戦争を負けて1950年60年っていうこの頃っていうのは、まだまだ日本は全然発展途上国なわけですよ。アメリカ先進国、日本発展途上国ってことは、アメリカに比べると明らかに賃金が安い、ね、労働力が安いってことは、企業からすると利益を出しやすかったわけです、ね、要するにこう経費が少なくて済みますよね。人件費が安くて済むので、企業からしたら利益が出やすい、利益が出れば内部留保して投資をするということができたわけですよね。そして高い教育水準ということで、これも今はそうでもないんですけど、ね、今この現在の2018年の日本が教育水準が高いってことはないですけど、1945年50年というこのぐらいの、ね、今からそうですね、70年ぐらい前までは、世界の中では日本というのはすごく、ね、教育水準が高い、具体的に言えば字が読めるということです。識字率というのがすごく日本は高かったんですね。それなんでですかって言ったら、明治時代の1872年の学制というもので、結局小学校の教育っていうのが、ね、義務化されてます。1872年に学制ということで小学校教育は義務化されてるんですよね。だから日本だと6歳以上になると、もうほぼ、ね、学校に行く、小学校に行くっていうのがもう当たり前になってました。だから日本人であれば日本語が読めるっていうのがね、当たり前だったんですよね。でこれ世界の1945年50年っていう今から70年前を考えると、すごく珍しいことだったんですよ。でその国のね、ほとんどの人が自国の文字を読むことができる、ね、字を読むっていうのはやっぱり教育受けてないと無理なんですよね。ね、教育受けてないと無理なんですよ。例えば漢字って何で書けるんですかって言ったら、やっぱ漢字を書く練習をしたからですよね。漢字を書く練習をしたから漢字が読めるわけで、ね、漢字を読むとか、ね、字を読む、文章を読むっていうのはやっぱり教育受けてないと無理なんですよ。だから世界の中の発展途上国っていうのは、例えば中国とか、ね、いろんな国が発展途上国、東南アジアとか、ね、いろんな国が発展途上国だったわけですけど、当時の1945年50年ぐらいっていうのは、ね、こんなに全人口のね、ほとんどの人が自国の文字を読むことができるというのは、ね、日本みたいな限られた国だけだったんですね。ほとんどの国は字が読めない人がたくさんいたとしても当たり前だったわけです。まあ、今の2018年は逆に、ね、ほとんどの人は、ね、やっぱ字を読めるようになりました。自分の国の言葉の字を読めるようになりました。それはそれだけ世界全体の教育っていうのが上がったからですね。だから日本が他の国に比べてすごく高い教育水準ということで今はないんですけど、当時は、ね、他の国は字が読めない人がたくさんいるのが当たり前だけど、日本人はほぼほぼ、ね、日本語が読める、ひらがなカタカナ漢字が読めるということです。で字が読めるから当然、ね、例えば計画を読めるし、カリキュラムを読めるし、マニュアルを読めるわけですよね。
だったら製造業で、ね、手順上作業所 手順上通り仕事をするということができたわけですよ。だから高い教育水準で、ね、すごく優秀な労働者、しかも人件費がアメリカに比べると安いということですよね。だから質がいいのに人件費が安いと、そういう労働者がたくさんいたわけですね。まあ、あとは道徳的な価値観ということで、まあ、日本人というのは、ね、この1872年の明治時代の学生、まあ、それから1947年戦後の教育基本法、これで、ね、まあ、変わった部分もありますけど引き続き続いたっていうのは、まあ、小学校中学校っていうのが義務教育であったということと、まあ、道徳という考え方価値観っていうのが、まあね、あったということですよね。だから基本的にお金っていうのは、ね、汗水垂らして働いて稼ぐと、汗水垂らして稼ぐと、だからその勤労とか勤勉というのが、まあね、当たり前の考え方になってたわけですね。ね、だから今みたいになんかね投資をして、ね、利子収入不労所得で、ね、経済的に豊かになりましょうみたいな、まあ、そんな考え方価値観というのは全くないわけですよ、ね、自分は何もしなくても、ね、なんかいい投資案件見つけてその投資案件に、ね、預けておけば、ね、1年後2年後3年後どんどんお金が増えてますよ、利子収入で不労所得で、ね、経済的自由ですよみたいな考え方っていうのは全くないわけですよね。そんな考え方価値観ではなくて、とにかく汗水垂らしてお金を稼ぎましょうというね、教育っていうのが小学校中学校っていう義務教育の中で完全に徹底しているわけです。だから当然みんなはね汗水垂らして真面目に一生懸命働くのが当たり前だと思ってるわけですよね。そういう労働者がたくさんいたわけですよ。だからみんな日本人は勤勉だし勤労ね働いてたわけですよね。だから結果的には高度経済成長をしていくことができたということです、ね、だからこの時代の人たちっていうのは汗水垂らしてお金を稼いでね、そして自分たちで、ね、所得を得てで貯蓄をして、ね、そして自分たちが欲しい例えばテレビ冷蔵庫洗濯機っていうのをこう買ってで経済成長をしていったという形ですよね。でこの時代っていうのは全部がうまく回ってたんですね。全てがうまく回ってたんですよ。結局政官財っていうのは全部うまくいってた。政治が、ね、いろんなことを、ね、主導して、ね、例えば工業用地を造成したり所得倍増計画を、ね、計画したり、ね、そもそもの、ね、スローガンである欧米に追いつけ追い越せっていうのを、ね、主導してでそれを、ね、日本の中でも一番優秀な人たち東大卒京大卒の人たちが、ね、ちゃんときっちりとした事務方の仕事をしそして経済界の方もそれに対して、ね、設備投資を積極的にしたり、まあ、人的資本を、ね、うまく活用するというようなことで、まあ、政官財というのはきれいに回ってたんですよね。全部がうまくいってたわけです。外の環境でも日米安全保障条約で、ね、軍事にあまり力を入れる必要がなかったしエネルギー革命で、ね、日本は資源が乏しい国ですけど安価で、ね、石炭に比べれば安価で石油を輸入するっていう、ね、外部環境が整ったしそして固定相場制ということでどれだけ輸出をしたとしても、ね、相場が変わらなかったのでずっと日本からしたら、輸出に有利な、まあ、円安状態というのが保たれていたということですよね。だからこの時代っていうのはもうめちゃくちゃ日本からすると、ねまあ、外の外部環境も内部環境も非常にうまくいってたということですよね、まあ、これが最初の高度経済成長期ということになります。はい、今回の動画ですね、あなたがお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますのでぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。